こんにちは。こんにちは。渡辺です。美咲です。はい。ということで、はい、美咲の部屋ということで、今日もよろしくお願いします。お願いします。どうすんの、今日は。今日は、ワンピースに合う、ちょっと一風変わった、編み下ろしアレンジをやっていきたいと思います。まあ、今年結構、ワンピースが流行りなので、まあ、いろいろ考えたんですけど、ちょっと華やかさも欲しいなと思いつつ、ちょっと、まあ、見たこともない。見たことない。はい。見たことないらしいです。あるかもしれないです。はい。どういうことでも、ちょっと一風変わった、手の込んだ髪下ろしアレンジをやっていきたいなと思いますので。でも難しいね、やめてな。はい。はい。なので、今日でもできますよ。はい。なので、一緒にやっていきましょう。はい。はい。それでは、動画、スタート。スタート。まず、毛先は軽く外に巻いた状態からスタートしていきます。こちらのオイルをワンプッシュ出します。手のひら全体に伸ばしてから、毛先、中間、表面と伸ばしていきます。顔周りもうくれ毛がある人は少しつけておいておきます。うくれ毛がある方は顔周りともみあげの部分を1センチずつくらい下ろしておきます。残りの髪の毛を後ろに持ってきて、てっぺんからではなく、真ん中あたりくらいから、ジグザグに、二つに分けます。一つは、前の方に持っておいておきます。こっち側の髪の毛を、三つに均等に分けて、三つ編みを作っていきます。少し、真ん中寄りに引っ張りながら、やっていきます。外側から内側に、内側の髪の毛を真ん中に、こちら側の髪の毛を真ん中に、こっち側の髪の毛を真ん中に、このくらい編めたら、まとめていきます。編み終えた部分で、ゴムで結びます。少し斜めの状態に編めていると OK です。ここで疲れたと思いますので、休憩します。何分か休憩して、腕が楽になったら、反対側もやっていきましょう。反対側も同じように、3つに分けて、三つ編みをやっていきます。内側に少し寄せながら、外側から、内側に、真ん中から、内側に、もう一度、3回くらい編めたら、また編めます。編み終えた部分で、結んでいきます。ちょっと私が不器用なので、こちら側は結構ストレート気味なんですけど、皆さんは斜めになるように編んでみてください。2つの三つ編みを持って、内側の部分からほぐしていきます。真ん中の隙間を埋めるように、
ほぐします。この真ん中の部分も少し引き出して、割れ目がなくなるように隠していきます。外側の部分もランダムにほぐしていきます。少しずつほぐしていきます。反対側も同じように、少しずつ引き出して、バランスを整えていきます。こんな感じでボリュームが出ていれば OK です。今日はこちらの革紐を使っていきます。ゴムの部分に紐を巻きつけていきます。一度結んで下で交差します。もう一度上で交差して、もう一回下で交差させたら上で結びます。リボン結びで結んでいきます。はい、後ろでこうやるのは難しい方はちょっとこう前に持ってきてやっても大丈夫です。疲れてますね。ちょっと腕はしんどいんですけど、ここまでできたら完成です。はい、ということで、しんどそうやったね、結構ね。頑張りました。もうこれもわざとらしいはいはいはい、いや結構本当に来るんですよ、私も。こう後ろね、後ろね、はい、うん、もう背筋も鍛えれるし、うん、ちょっと腕痩せも鍛えできるんじゃないかなと。筋トレ、はい、逆にね、はい、ちょっと寒いと、あのね、血行も、まあ、それ悪くなるし、ね、悪くなるね、うんうんうん、ちょっとこれを一緒にやりながら、トレーニングね、これね、トレーニングしながら、はい、一緒にやりましょう。はい、まあワンピースとかでも合いますので、そうです、はい、まあ、はい、冬の服装にも合うかなと思いますので、はい、ぜひよかったら皆さん筋トレも兼ねてぜひやってみてください。はい、はい、お願いします。はい、ではこの動画よかったら高評価ボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあそれではまた次回の動画で会いましょう。再见、バイバイ。中国と韓国